花火みたい、花火みたいにちゃんとキラキラなったね。はあ。なるほど、あの画像でキラキラ感出るんだね。そうですね、なんかぶつかってるスパーン。もっとこれがスピード感があれば。確かに。お、サイズ感が出るね。そうですね。あ、広いところ。今より全然違う。こっからのまた積分だよね。これ積分しちゃえば、もっとズバーって感じです。そうですね。さらに積分したい。そうだね。なるほどな。多分これはね、一本でいった方がいいね、これ。一個だけ追っていったら多分すごい回ってるって感じがすると思うんだよね。あと、画像の一番ケツの部分、ここの部分。この部分が、おそらくなんですが、ここね、これがさ、ここ重ねた方がいいと思うんだよね。さっきここで終わって、こういうスタートしたから、だから今こう回ってさ、一旦消えるじゃん。それをもっとつながるようにするには、ここの終わりと始まりが同じところにないといけないから、今これが多分10ピクセル分ぐらいずれてるから。なるほど。ね、そうそうそう。なるほど。ただいい勉強になりましたね。